3回目の頑張りクライマックスということで、まあ、前回大会のファイナリストであるこの僕が一番この大会を熟知していると思います。ぜひ初代王者取りたいと思います。初代を取らなければ意味がない、縁がなかったと思うと、それほど初代に強いこだわりを持っています。スピリットオブ頑張れ無差別級は CK スキル初代王者として歴史がスタートしてきますので、よろしくお願いします。一番当たりたくないなと思ってる選手なんで、今からでもカードを組み直してくれますか。頑張ります。1回戦の富永、前回が10年ぶりシングルで、今回は1ヶ月ぶりのシングルということで、スパンが早くなっているのですが、まあ、お互いね、手の内が分かった状態での試合になると思うので、まあ警戒はしてますが、対富永戦のシングル、まあ、2戦2勝と 100% 勝率なんで、まあ、そこは自信を持ちたいのですが、自分が過去に出たトーナメントのデータで1回戦負けの確率が 50% なんで、ちょっと気を引き締めてそこも警戒して、まずは1回戦に集中していきたいと思います。